Hello everyone, this is Colin's channel. 超季節外れですが、今回はアメリカでのクリスマスの過ごし方について話します。クリスマス終わった後にやっと分かったことなので、1月になってしまいましたが、やらせていただきます。イメージとしては、海外のクリスマス、すごい派手、すごい賑やか、すごいフェスティブっていうのがあるかもしれませんが、その通りです。街中がクリスマスイエーイって感じで、みんな老若男女仮装してたり、家全体をもうクリスマスの置物で飾ったり、心からクリスマスを祝っている感がすごく伝わります。12月になる前から、もう11月中旬ぐらいに私たちはクリスマスツリーのライトアップに行きました。もうすっごく寒くて大変だったけど、本当に大きなクリスマスツリーがパッと一気にライトアップされるところを見たくて行きましたね、公園まで。We're gonna witness the Christmas tree lighting up. I apologize for this poor lighting. Oh my gosh, look at it. It's Colin and her YouTube channel. Stop, wait, no! 5, 4, 3, 2, 1! My snap pro!動物園に行ってクリスマスのライトショーを見たりしました。それからクリスマスといえばシークレットサンタというものがあるんですけど、シークレットサンタというのはその名の通り秘密のサンタということで、名乗らないでプレゼント交換をやります。日本でもあるかもしれないけど、あんまり日本のクリスマスよくわからないから、要するにみんなの名前を紙に書いて帽子に入れて、こういうの大体帽子に入れるんですけど、帽子に入れて、で誰か友達の名前を引きます。その友達とか全員に知られないようにプレゼントを買って用意してラッピングして、クリスマス当日とか祝う日にみんなで渡して、あ、あなただったのねとかってプレゼントを開封して楽しい時間を過ごすということです。あ、イエスだよ。Did you cover my name with this? Yeah. Yes. This is Emily's, by the way. This is Emily, by the way. Oh, it's a bell. Oh my god, there's so many inside. Why do you have so many inside? She got, ooh, look at her. Damn, Isabel. An eye mask. Oh my gosh. Yes. It's so fluffy. Yes, for my long flight. I really wanted it. And I got you Tex Mix, but I couldn't wrap it. Mask. Oh my god, really? So apparently, Isabel has my Tex Mix. My hair was back. This is her eye mask. Oh my god, family size. Yes. So we have activities. So this gift I got from my secret Santa. Dun 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 dun. For you. Yeah. Yay. I wrapped it while Emily was in the shower furiously. Thanks for mentioning that. Wow. Yeah. Oh my gosh. Those are your H&M socks. Yeah. 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 She got a butter for me. Butter. Yeah. Damn. Because you didn't write butter.予算が15ドル以内、そしてそれぞれみんな欲しいものを3つ書いたんですけど、それを参考にプレゼントを選び合いました。キムが当てたんですけど、その子のために H&M のソックスとバートピースっていうリップマスクを買ってきました。他にもこういう友達でのクリスマス会はホットココア飲んだり映画見たり、映画でいうとやっぱりホームアローンとかお話しして楽しい時間を過ごすというのが定番ですね。ちょっとおまけ編で、シンガポールで言うとガーデンズバイダベイっていう有名なスポットがあるんですけど、そこでもクリスマスライトショーがあったりしました。以上で私のアメリカでのクリスマス体験でしたが、皆さんは特別なことをやりましたか？こんなに盛大にクリスマスを祝ったのは初めてかなと思います。子供の頃はやっぱり小学生でそういうシークレットサンタとかやったのを覚えてるんですけど、もうちょっと大きくなって自分の意思でこれをやりたい、あそこ見に行きたい、ここのライトショー見たいっていうのはなかなかなかったので、そういうイベントに誘ってくれた友達にも感謝ですし、自分からクリスマス気分になれたのもちょっと驚いてます。来年もね、どんな感じか知りたいです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価もお願いします。 LINE、Twitter、Instagram もやってるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。